こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ハッセルブラッド用のレンズ、カールサイズ、ドナーの 250mm C タイプレンズ、シルバー強度になっておりますね。はい。このタイプのシルバーの、レンズはですね、なかなか出てこなくてですね、非常に人気も高くポピュラーなレンズですので、ぜひチェックしてみてください。はい。でですね、このシルバー、白強度ですね。はですね、とても傷がつきやすいんですけれども、今回のですね、出物はとても綺麗な状態です。ご覧いただいてます通り、目につく、擦れ当たり、凹みとかですね、ほぼほぼ見当たらない感じですね。ご覧いただいてます通りです。もちろん、落下して歪んだりとかですね、強くぶつけたり、擦ったりしたような、あとは、全く見当たらないですね。はい。ご覧いただいてます通りです。外観は備品といって全く差し支えないですね。レンズも前玉後玉ともにですね、擦り傷引っかき傷コーティングの剥離摩耗もなく大変綺麗な状態キープしております。もちろん中玉にもですね、曇りカビバルサム切れチリホコリの混入もなく大変綺麗な状態キープしてます。でもってですね、このシャッタースピードとか絞りの動きですね。も、泣きなどなく、動きムラもなくですね、非常にスムーズに動いております。プレビューとかもしっかり効いてますね。はい。じゃあですね、ボディと接続して、シャッターをチェックしていきます。はい。シャッターは低速の1秒から見ていきましょう。よいしょ。はい。これ1秒ですね。しっかり1秒、はい、刻んでおります。続いて、2分の1秒。はい、2分の1秒もいいですね。はい、しっかり。はい、切り替えは。続いて、4分の1秒です。はい、いいですね。低速のシャッターに粘りなどのがお分かりいただけます。はい、続いて、60分の1秒ですね。中速シャッターです。はい、収束もいいですね。しっかりと切れてるのが、はい、分かりいただけます。最後に500分の1秒、高速シャッターですね。はい、500分の1秒も、まあ、一瞬ですけども、しっかりと開いているのが、お分かりいただけると思います。でもって、ボディと、レンズの連動ですね、シャッターの連動ですね、シャッターを切って、このシャッターチャージの連動もですね、重くなったり、ガリガリしたりせずに、スムーズに連動しております。でもって、ボディとの脱着にも全く問題なしという感じです。はい。付属品が、リアキャップと、フロントキャップですね。はい。はい。本個体ですけれども、はい。熊本の中村光学様にて、オーバーホール施していただいております。シャッターユニットとかですね、レンズ絞りの、清掃分解清掃と、ヘリコイドのグリスアップと一通りにおいてですね、分解整備、清掃、調整を行っていただいております。はい。ということで、はい。ハッセルブラッド用のレンズ、カールサイズ、ゾナーの 250mm C タイプレンズ、シルバー強度になっております。大変外観も備品でですね、良品ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。